皆さんこんにちは。今日の特別ゲストはコツコツ日本語の水木さんです。水木さん、ああよろしくお願いします。はい今日はよろしくお願いします。あのー、実は最近ね水木さんとあとはるかさんとよくね、うん、ズームでお話ししているので久しぶりですみたいな感じじゃないんですけど。<laughs> あんまりそんな感じしないですね。<laughs> うん、うん、でもね今話しているの月曜日なんですね。あの週末はどうだったんですか。 あのね週末東京に久しぶりに行ってきまして楽しかったですねあ,のあ<ー>はるかさんとも初めてお会いできてたくさんたくさん話せましたうんあのインスタで写真を見ました楽しそうだったよかったですやっぱたまにそうやって旅行行ったらちょっとリフレッシュな感じでいいですよね、うん、そうそうそう本当に久しぶりの旅東京私東京すごい好きなんですけどうんそう。 そう,、ね、そう新幹線に乗っていくのもワクワクしますよね。ちが、ね、夜行バスで行ったんですよ。あ、そっか。あ、それはすごい。<laughs> あ<ー> <laughs> っっいあ、じゃ夜出て。<laughs> 朝着く夜出てもう首とか肩とかめっちゃ痛くなっちゃって、うんまあ、そっかそっか <laughs> いやいやでもいい週末でよかったです、うんうん、じゃあ,あのまずリスナーさんの方に皆さんにちょっと説明したいんですけど、まあ、私たちが最近よくズームで話している理由ははる、まあ、か先生が最近始められたサニーサイドジャパニーズっていう新しいグループの会話レッスンのサービス。 でそれに深く関わっていて特に水木さんは本当にたくさんの時間をあの本当に関わっていらっしゃるのでその辺のことを今日話してで後半は「サニーサイド・ジャパニーズ」でこんなトピックで会話レッスンをするんだよっていう一、まあ、つのトピックについて二人でお話ししていきたいんだけどじゃあまず最初の質問はあのどうしてこの「サニーサイド・ジャパニーズ」に関わってみようかなってあの水木さんが思ったのか。はい そうですね。えー、と私、えー、と自分のポッドキャストを始める前からのりこさんとはるかさんのことを知っていたんですね。あのポッドキャストで私もお二人みたいに、あのー、楽しみながら日本語の勉強ができるコンテンツを作りたいなと思って私もポッドキャストを始めたんですね。 まあ、運がいいことに、あのー、のりこさんともはるかさんとも何回かコラボさせてもらってお二人のんと日本語教師としての魅力はもちろんなんですけど、まあ、お人柄人としての魅力っていうのも強く感じたんです本 <laughs> <laughs> 本当に本当にうん、うん、で、まあ、今回のプロジェクトのお声がけをいただいた時に。 そんなお二人と一緒になんかプロジェクトを作ることができる、うん、で一緒に仕事ができるってことがすごく嬉しくてそれで参加することにしました本当それが一番の理由です。うんうん、やっぱり人,人,人ありきというか、うん、そ,うそ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 う。うんね もう絶対面白いいものができるぞという自これあの、うん、これからちょっと少し話していこうと思うんだけど私が本当にあの面白いなと思うのは私ははるか先生と2回お会いしたんだけどなんか本当にやっぱり魅力的な方ですね。うん、でやっぱりそういう方と話して仕事ができるのはラッキーだしあとみずきさんのポッドキャストも本当に私いいなと思っていてあのディスカッション 結構好きですよね、水木さん。好きですね。<laughs> そういうトピックが本当にあるんですよね、あの、うん、あのポッドキャストの中に。うん、で、それが多分そのままサニーサイドジャパニーズに生かされるのかなと思っていて、<あ>ま本当にこれは可能性があるサービスだなとは私も思ってますね。うん。うん、じゃあ次の質問なんだけど、じゃあ水木さんのその強み、どういう点を <laughs> 強さをこの新しいサービスにこう。 見せていけるのか <laughs> ちょっと難しい質問だけど、うん、どう考えていますか <laughs> そうですねちょっと考えてみたんですけどうん、うん、まあ私の強みはですね自分の言うの <laughs> 自分で言うのい,やいやここは大切なポイント <laughs> <laughs> アピールアピール <laughs> <laughs>、まあ、そ,うそうですねそうん、うん、えとですねあのまあ親しみやすいところが一番強みかなと思います、うん、あのあんまり人を緊張させないというかうん、うん、まあ安心させる雰囲気を作ることが できあとまあ私生徒さんんにすすごく興味があるんですね<ー>まそれはまあもちろん生徒さんがどこの国地域出身かっていうところとかあと、えー、文化とか習慣とかももちろんそうだしあとは生徒さん自身のバックグラウンドっていうのかな,なんか本、うん、との関わり方とか、うん、あと。 どういう価値観を持ってるかどういう考え方なのか、うん、それこそなんかディスカッションみたいな,なんかこのニュースに対してどういう意見を持つのかとか、うん、どういう、うん、どういう感想を持つのとかそういうす、うん、そ,そ,そう。だからなんか人なんかなんだろうな、うん、生徒さんの話を聞くのが好きなのでだからレッスンの中でも うん本当に興味を持ってます生徒さんのこともっと知りたい,いうん、うん、本当だねそこがまたグループレッスンの面白いところかもしれない。<笑><笑> だからこの「サニーサイドジャパニーズ」っていうサービスは本当にグループなんですよね、まあ、少人数のグループなんだけどだからいろんな人の意見が聞けて交換できるししかもその私たちが気をつけてるのはその話しやすすい雰囲気ですよねだからいろんな意見であの自由に意見交換していけたらなって思いますよね。本当に本当にに、うん、んかもう、ま、間違えちゃうかもとかなんかねうん、うん、緊張しちゃうかもしれないんですけどそんなことよりもね私はね伝えてほしい。 でも大丈夫私はちゃんと受け止めるから<ー> <laughs> <え>いいですいいです本当にその通り <laughs> 本当にその通りだしそうそうなんかやっぱり言語を勉強してるから自分の意見とか考えをシェアするっていうコミュニケーションのところがやっっぱり大切かなって思うんだよね本本当に本当ににだからレッスンではそこにフォーカスを当てて文法とかよりも,もう伝えるで、うん、お,お互いの意見をシェアするで会話を楽しむっていうことに、うんうん、フォーカスして あの。 レッスンしたいなと本本当に本当にに同感です共感できる。じゃあ次は、まあ、これも多分今の話とかぶっ,っていくんだけど、まあ、その「サニーサイドジャパニーズ」っていうのはまだ実はトライアル期間なんですよね。でも多分このエピソードが公開される頃には本格指導になっていると思うんだけど、まあ、私のイメージでは多分これからどん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 いいサービスになっていっていろんなコンテンツも増えて広がっていくあと先生も増えていくと思っていて、うん、で、まあ、今の時点で 水木さんが考えるサニーサイドジャパンの魅力って何だと思いますか。私が考える一番の魅力はねやっぱり先生の魅力だと思うんです先生の魅力か。先生がいい。なるほど。自分で自分を褒めるわけじゃないですけどあの三まああの新しい先生がね四月からね。そうです。でもリッツさんリッツ先生。今のリツさんね。 4人の先生、うん、とてもあのフレンドリーで親しみやすいですし、うん、あとね、まあ、それぞれあのポッドキャストもやってて、えっと、そこからもあの親しみやすすいい雰囲気は感じると思います、うん、であとトピックもね豊富ですね。うん そうね皆さんそれぞれがいろんなコンテンツを持ってますあのポッドキャスト以外に、うん、そういうことからと日本語を教えることに対するパッションも感じられるんじゃないでしょうかあ<ー>、うん、その通り <laughs> あと私が本当に面白いまあ多分今後もねもっともっと先生が増えていく予定なんだけど面白いのは、うん、まあ皆さん私は50代になんですね。 で水木さんはもしよければ何十代あのほぼ,ほぼすぐ40代いきますね。<laughs> そうであの <laughs>、うん、各世代の先生なんですよ、本当に。そうで、ね、一つのプラットフォームで、そのいろいろな世代の、で今後ね、男性の先生も増える予定なんですけど、うん、あの性別問わず、いろいろな世代の方と話すチャンスがあるプラットフォームは珍しいと思います。確確かかかににうーそううんんそそなですだら いろんなバックグラウンドを持った先生と話せるっていうのはね一、うん、つのいいポイントだと。思いますそ,それもすごく面白いかなと思っていて、うん、だから是非、うんまあ、見学して、まあ、あの無料トライアルもあるので是非レッスンをまず受けてもらってあの、うん、チェックをしていただきたいです。ね ということで、まあ、サニーサイドジャパニーズで次のトピックはですねその中で、はい、まあ水木さんが本当に中止になって会話のトピックを、まあ、準備をしてくださっているんですがこれ、おそらく5月の前半多分本当にこのエピソードが出た頃にはこのエピソード終わっあのなんですかトピックが終わってしまっていると思うんだけど、まあ、水木先生が用意してくださっているトピックで尊敬している人。うん これもちょっと難しい内容ではあるんですけどそれについて、まあ、水木さんにちょっとと聞いていいいてきたいと思いますね、まあ、こういう内容でレッスンをしてるってことなんですけど、うん、もうずばりそうですねまあ、うん、普段から意識してあの人尊敬してるとかそういう感じではないんですけどあえて言うなら私の祖父と夫かなと思いますね。 面白いですね、まあ、私も実は夫,夫がね尊敬する人といつも答えてるんだけどじゃあその、うんえー、おじいさまですね祖父ねおじいさまと、うん、じゃあ旦那さまそうですね祖父はですねもう数年前に亡くなってしまったんですけど本当にあの病気で倒れるまでずっと働いていた人なんですね。<ー>で、えっとまあ、農業をねずっとやっていて。うん それこそ、本当、八十過ぎてもずっと外で働いてました。うん、夏の暑い時でも、冬の寒い時でも、うん、家でこうダラダラして休んでる姿を見たことがないっていうぐらい。えー、そうそう、ずっとあの外で働いていたので、うん、そこは尊敬してますね。夫はですね、私とは全然性格があの違っていて。まあ私 は、まあ、割と怒りっぽい方なんですけど <laughs> 私もそうでも夫はめっちゃ穏やかなんですねもう平和主義者みたいな感じで、うん、なんか受け止めてくれるタイプいろんなことなんか全部なんか私が怒ってもなんて言うんですか怒り返さないっていうか、うん、はいはいはいみたいな感じでにだ,け、ね、だかバランスがいいんだよね多分夫婦の そうです、ね。まあいいですね。全然そういう感じが。あと私割とネガティブなんだけどめっちゃポジティブなんですよ。<ー>もう本当にもうすごいポジティブだからすごい<ー>いいなって思います。<laughs> いや実は私も意外とプライベートではポジティブで、<laughs> まあいっていうかいつも私文句言ってるんですね。うん、<laughs> いろんなことやつあたり <laughs> もうものすごい八つ当たりを旦那さんにするんだけど、まあ、その。<laughs> 旦那さんは本当にそれを受け止めてくれるからありがたいなと思いますよね。うん、そりゃそう。ね、うん、そういうことですね。面白いね。え、じゃあその尊敬している人のまあその行動とか考え方とか言葉、うん、これはやっぱり水木さんに影響がありますか。うん、普段の生活で。うん。そうですね。私も割と働く。 着物の方かなと思います。ダラダラしてるというよりは、うん、というか。まあ私はあんまりぼーっとしているのが苦手で、常になか動いていたいタイプなんですね。うん、<laughs> あんまりこうじっとできないので、うん、まあ、本当に家にいて仕事をしてるか。家事な何かしてるか、うん、ぼーっとする時間。ない。 じゃあそれは多分おじい様の頑張ってる姿を見てうん,うんそうかそうかえ旦那様から何か影響もありますかいやあるるかかな結婚してから考えええ方が変わったのは<ー>私はは私割と完璧主義者で、うん、なんか例えば今今日日やる仕事は今日中に終えた気合 いけないみたいな勝手に思ってたんですねでも私の夫は結構のんびりしたマイペース人間なので、うん、別に明日やれることは明日やればいいじゃんっていう考え方なんですね、うん、でその影響がだんだんこう出てきてまあ明日やれるから明日でもいいかとかちょっとバランスが取れるようになってきたってことかないい意味でもう頑張ったからもういいかみたいなうん、うん、いい意味で諦めがつ つくようにあったっていうか、あ,あそれはいい影響ですね。うんうん。うん、じゃあ,あの一般論で一般的に、うん、まあ日本でも世界でもどんな方が尊敬されると思いますか？これも難しいよね。う, <laughs> うんうん。どうだろう努力家の人かな、うん、やっぱりそうねな。なんかいろんな苦しいこととかあっても負けないで頑張るとか目標。うんそこつこつ

かな日本ではあ,あ面白いですねじゃあ逆に、尊敬できない人 <laughs> これもいろいろなポイントがあると思うけど。うんまあ、自分の意見ねもちろん。うんうん、私が尊敬できない人はうん、うん、そうですね。<laughs> どんな人はうん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 。うんなんか これ自分ができてないんであれですけどすぐ怒る人でも反省の意味を込めてねこれは本当に私もいやもう私本当にいやいやでもそんなに見えない水木さん大丈夫私は本当にすぐ機嫌が悪くなりますからねいやでも本当にお腹が空いた時と寒い時とかわかりますよ まあ正直、うん、これ実はさ、この後のトピックにもつながるんだけど、もう尊敬できない人の一つは。はい、人のその悪口ばっかり言う人ですね。あ<ー>、うん、確かにね、そういうネガティブなことばかり言う人とかね、うん、嫌ですよね、うん。それはちょっと一緒にいると辛いなと思うけど。うん、うん、そうね、まあ、でも逆に、本当に自分にないものを持ってる人に憧れるっていうのはありますね。逆にね。それは。そうですね。そうそう。 面白い、うん、はいはいじゃあそれこれで最後なんですけどじゃあこれもその生きる上で<に>大きなテーマなんですけどその生きる上でまあもっともっととしていること,とうん難しいですねまあ私まあ祖母のよ祖うん祖父のようにずっと働いてたいかなと思いますあ,<ー>あのなんかな何かしらしてたいですねぼーっと過ごすんじゃなくてんなんかいつも目標を持ってたり まあ、なんかずっと勉強。うん、まあ、そうそう。うん。そんな、なんか。学びっていうかね。かうかねそうそうそう、学び。は、ずっと続けたいなと思います、ねうんうんうん。ああ、いいポイント、私もそうですね。なんか、仕事っていうか、その自分が。こう、す。好きなことを続けていきたいし、でも、その上で、なんか。勉強して、学んで、ちょっと自分。らしさを。広げるというか、自分の興味も広げたいし。だから。まあ、うん。 50歳になってもやっぱりずっとこれからも勉強かな学びねいろんなことに興味を持ってやっぱチャレンジしたいなと思いますよね。いいですね。いいですねうそう。じゃあ皆さんこんな感じなんです。こういう感じであの、まあ、主に本当に水木さんがトピックを用意してくれてであのプレあのスライドも用意をしていただいてでその中でそういうトピックを意見交換しながら、まあ、55分ぐらい会話のレッスンをグループでするっていうのが「サニーサイドジャパニーズ」になります。 なので皆さん、はい、ぜひぜひ参加をお待ちしています。<laughs> ぜひぜひあのレッスンでお会いしましょう。うん。で多分ねこういうコラボもあの今後どんどん増えていくのかなあのぜひね意見交換トピックでやっていきたいと思うのでお楽しみに。はい、ということで今日のゲストは、はい、コツコツ日本語の水木さんでした。ありがとう。はい、ありがとうございました。はいまた話そうね。はいさよなら。はいまたまた。はい